はい、ということで皆さんこんばんは、トランペットです。ここは東海道本線沼津駅です。今回は直流区間としての普通列車グリーン車の最長距離を乗り通していきたいと思います。それが沼津から黒磯の 289.5 キロでございます。ダイヤ改正後はできませんが、ちなみに正真正銘の普通列車グリーンの最長距離は沼津高萩の 294.5 キロとなります。そして2022年3月のダイヤ改正で宇都宮駅より北のグリーン車の連結列車が乗り入れなくなります。車両もすべて E131 系に変わりまして、系統が分断されてしまうわけですね。今回は宇都宮駅以北のグリーン車連結列車の乗り入れの見納めも兼ねまして 289.5 キロを乗り通していきたいと思います。さて、中央西線の10両編成の普通快速列車が廃止されましたので、 JR 東海管内で見られる貴重な10両編成の普通列車です。2階建てグリーン車の JR 東海乗り入れもいつまで残るでしょうか。沼津駅からの JR 東日本への直通は宇都宮駅までが最も遠い行き先となります。さて、JR 東海管内は車掌がブザーを鳴らしてから発車するということで、 JR 東日本の管内より発車が少し遅れます。沼津駅は18時8分発車、この宇都宮駅で熱海まで参ります。この電車は上野東京ライン宇都宮線直通宇都宮行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。This is an Ueno Tokyo Line train for 宇都宮 via the 宇都宮 line. Green cars are car number 4 and number 5. A green car ticket is required in the green car.まもなく三島、お出口は左側です。新幹線と伊豆箱根鉄道線はお乗り換えです。The next station is 三島 CA2. The doors on the left side will open. Please change here for the 新幹線 and the 伊豆箱根鉄道 line. お隣三島駅に到着。沼津駅からの距離を主な駅で表示をしていきたいと思います。次は函南です。 The next station is 函南 CA1。 そして JR 東海管内途中駅最後ということで函南駅に到着。沼津駅からは 11.7 キロでございます。そして函南駅を出ますと長い丹那トンネルを越えていきます。そしてトンネルを出て右手に伊東線の木の宮駅が見えてきますと、まもなく熱海駅に到着することとなります。熱海駅は JR 東日本が管理する駅ですが、 JR 東海のナンバリングも設定されておりまして、上り列車の場合は JR 東海のナンバリングが表示されます。 JR 東海と JR 東日本の境界、熱海駅に到着。沼津駅からはもう20キロ以上進んでいるんですね。そしてこのまま宇都宮駅に乗るわけでもなく、熱海駅始発の黒磯行きに乗り換えます。熱海発黒磯行きが廃止されますと、愛知県に行く豊橋行きと栃木県の北部もほぼ福島寄りの黒磯行きが並ぶ光景も見納めとなります。唯一静岡県内で黒磯の文字が見られましたが、これも見納めになってしまいました。そして E231 系や E233 系で黒磯というね行き先表示も見られなくなりました。黒磯行き、まもなく発車をいたします。熱海駅基準で
267.9 キロ先の黒磯まで行く列車、189.0 キロ先まで行く豊橋行きの列車が並んでいたんです。両列車の終着黒磯駅と豊橋駅の距離は、なんと 456.9 キロも離れているんですね。熱海駅は18時55分発黒磯行きで乗り通して黒磯まで行きたいと思います。そしてすぐに2軒目、静岡県から神奈川県へと入っていきます。さてグリーン車の電光掲示板でも黒磯駅の表示は見納めになってしまいました。神奈川県に入って最初の停車駅、湯河原駅に到着です。温泉で有名な湯河原駅、こちらは沼津駅から 27.1 キロ、進みました。小田原駅は JR 東海、東日本、小田急、箱根登山鉄道、伊豆箱根鉄道が、乗り入れる5社も、乗り入れる駅なんですね。沼津駅からは 42.3 キロ、進みました。小田原駅に到着です。そしてグリーン券の車内改札が行われまして、沼津駅からずっと赤ランプでしたが、ようやく緑ランプに切り替わりました。そしてこの最長列車ニューデイズになった80系先輩に見送られながら発車をしていきます。こちらは藤沢駅、沼津駅からはもう 75.1 キロ進んでおります。沼津駅からは 97.4 キロ、もう100キロ近くですね。神奈川県の県庁所在地横浜駅に到着です。日本一一駅に乗り入れる鉄道事業者が多い駅となります。川崎駅に到着しまして、もう沼津駅からは100キロを超えております。もちろん川崎市内にある駅なんですが、便宜上 JR の制度では横浜市内に属しております。そして1都2県目、神奈川県からついに東京都に入っていきます。東京都に入って最初の停車駅となります。東京都品川区ではなく東京都港区に位置する品川駅に到着、発車をいたしました。沼津駅からは 119.4 キロも離れております。そして1日の発着本数が日本一の駅、東京駅に到着。沼津駅からはもう 126.2 キロですが、まだまだ半分にも達していないんですね。日本の中心東京駅に着きましたが、まだまだ旅は長いです。上野東京ラインの開業により様々な行き先が増えましたが、ついに黒磯の文字が消えてまいります。この先は上野東京ラインの区間を進んでいきます。
上野東京ラインの開業により東京止まりだった列車が直通するようになり便利になりました。上野駅に到着。沼津駅からは 129.8 キロ、それでもまだまだ半分に達しておりません。案内は上野東京ラインから宇都宮線に変わります。ようやく東京都最後の停車駅赤羽駅、沼津駅からは 139.4 キロ、ようやく半分近くまで達しましたが、まだまだこれと同じぐらいの距離を進んでいかなければなりません。次は浦和です。そして1都3県目、東京都から埼玉県へと入っていきます。旧浦和市県庁所在地の代表駅だったということで、埼玉市になっても県の代表駅となっております。埼玉県最初の停車駅浦和駅、沼津駅からは150キロも進んでおります。大宮駅は乗り入れ鉄道事業者を合算して埼玉県最多の利用者数を誇っております。沼津駅からは 156.5 キロ進んでおります。大宮駅に到着です。次のトロ駅のこの電光掲示板のカタカナ表示、なんだか美味しそうな表記にも見えてしまいます。お寿司が出てきそうです。そして宇都宮線内ではこの旅のスタート地点に行く列車とすれ違います。沼津行きと黒磯行きがすれ違う瞬間でございます。さて埼玉県最後の停車駅栗橋駅に到着。沼津駅からは 183.4 キロも進んでおります。そして1都4県目、埼玉県から茨城県に入っております。茨城県最初の停車駅古賀駅でございます。茨城県最初の停車駅でもあり最後の停車駅でもあります。沼津駅からは190キロを超えております。そして1都5県目、茨城県から栃木県に入っております。栃木県最初の停車駅乃木駅に到着。3駅連続で県をまたぐことになります。沼津駅からは 195.6 キロ、もう200キロ近く進んでおります。さて小金井駅に到着。ここからは15両から10両に変わります。沼津駅からは 214.3 キロということで、もう200キロ超えました。さて小山車両センターは小山駅の近くではなく小金井駅付近にあります。2022年の3月ダイヤ改正でここに所属する205系が引退となりました。栃木県の県庁所在地沼津駅から上野東京ラインの列車1本で来れる
最も遠い駅宇都宮駅に到着、205系も黒磯駅も引退廃止ということで、ダイヤ改正で消滅する者同士がすれ違っております。宇都宮駅に到着、沼津駅からはもう 235.7 キロも進んでおります。宇都宮駅で黒磯駅の表示はまだ今後も見られますが、10両グリーン車付きの黒磯駅としては見納めになってしまいました。日光線の205系を横目に発車しますが、この先乗り入れ廃止区間の自動放送をまとめましたので、ぜひご覧ください。次は岡本です。 This is the 宇都宮 line train for 黒磯。 The next station is 岡本。 The next station is 宝石寺。 The doors on the left side will openE231 系や233系でこの宝石寺駅での烏山線の乗り換え放送も聞けなくなってしまいました。そしてこのグリーン車の2階席もしくは1階席から EVE301系アキュムの姿を拝むこともできなくなってしまいました。沼津駅からはもう 247.4 キロも進んでおります。宝石寺駅を発車いたしました。まもなく宇治院へ、宇治院へ、お出口は右側です。 The next station is 宇治院へ。 The doors on the right side will open。 次は浜須坂です。The next station is 浜須坂。次は片岡です。The next station is 片岡。次は矢板です。The next station is 矢板。次は野崎です。The next station is 野崎。まもなく西那須の、西那須のお出口は左側です。 The next station is 西那須の。 The doors on the left side will open。 次は那須塩原です。 The next station is 那須塩原。そして最後の途中停車駅那須塩原駅を発車、沼津駅からはもう280キロを超えておりました。The next station is 黒磯ターミナル。まもなく終点黒磯、お出口は左側です。今日もJR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。The next station is 黒磯 Terminal. The doors on the left side will open. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. 本日、東北本線新白川方面の列車の運転は終了となっております。改札口に降りお回りください。今日も JR 宇都宮線をご利用くださいましてありがとうございました。さて、無事に終着黒磯駅に到着をいたしました。沼津駅からは 289.5 キロ、熱海駅からは 267.9 キロ、4時間にわたるグリーン車の乗り通しということで大変達成感があります。無事に黒磯駅到着することができてよかったです。直流区間最長の普通列車グリーン車旅はこちらで終了となりますが、翌朝ですね、一足早くラストランとなる列車がありましたので見届けてまいりました。それが黒磯駅始発の熱海行きでございます。こちらは土休日ダイヤのみの運行となっておりましたので、ダイヤ改正の1週間前に一足早くラストランということになってしまいました。電光掲示板ではお別れメッセージも流れておりまして、本当にこちらラストランだなっていうね雰囲気になっておりました。
が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。墜落インバータが黒磯駅に響いております。宇都宮駅始発の黒磯駅として送り込まれまして、宇都宮駅以北の乗り入れ廃止区間で完結する10両編成の貴重な列車でした。土休日ダイヤ限定の光景でありましたので、平日では見られない貴重な光景でした。さて、ついに熱海駅黒磯駅間を結ぶ上野東京ラインの開業で生み出されたこの長距離列車が、ついに消滅してしまいました。今後は205系と入れ替わりで配置されました E131 系が宇都宮黒磯間の地域輸送を支えていくことになります。長距離列車が、なくなってしまうのはちょっと寂しい気はしますが、この長距離列車の最後の瞬間に立ち会うことができてよかったです。最後まで長時間のご視聴誠にありがとうございました。